KTM、KTM スポートモーターサイクル AG、KTM スポーツモーターサイクルアゲーとは、オーストリアのオートバイ、モペット、自動車、自転車の製造会社である。長年オフロードバイクメーカーとして活動してきており、同社のオフロード車は、モトクロス世界選手権や、ダカールラリーなどで高成績を収めてきた。そのため性能も高く評価されている。 オフロードバイクメーカーとして有名であるが、近年ではロードスポーツバイクも製造している。また、別会社で自転車やスポーツカーの製作も行っている。2015年現在、インドのバジャージオートが親会社であり、スウェーデンのオートバイメーカーハスクバーナモーターサイクルと、オランダの WP サスペンションは、KTM グループ参加にある。日本国内では、オートバイは、 現地法人となる、KTM ジャパン、自転車は株式会社アダ商会が取り扱っている。1934年、エンジニアであるハンス・トゥルンケンポルツによって、オーストリア・マッティック・ホーフェンに設立された。1953年までは、KTM としての製作は行われておらず、金属加工会社、クラフト・ファール・ゾイク・トゥルンケンポルツ・マッティック・ホーフェンとして、 従業員20名で1日3台のペースでオートバイ製作をしていたが、1954年、その頭文字を取った KTM ブランドとしてのオートバイ製作を始める。1955年には実業家であるエルンスト・クロンライフが同社の主要株主になったことにより、クローン・リフトランカン・パールズ・マティ・ゴファンに改名している。1990年以降、 KTM オートバイと自動車 X バウはザルツブルクに拠点を置く従業員100名以上企業であるキスカデザインによって設計されている。キスカデザインは KTM ブランドの責任を負っており製品、販売店舗、展示会での展示方法やカタログなどの資料、環境意識なども統一された手法により言っており、その確立されたブランドを世界中の顧客に対し提供している。 1992年に倒産した際、3社に分割されている。2005年の事業新年度時には、KTM スポーツモーターサイクル社は8万台のオートバイを世界中に輸出していた。同年ポラリースインダストリーズとのパートナーシップを締結している。契約条件に基づき、両社は国内市場以外に双方での海外市場開拓を行った。KTM は北。た。 アメリカにその範囲を拡大し、ポラリスはヨーロッパ市場を開拓した。このパートナーシップは2年限定で試験的行われ、最終的に2社が合併する選択もあったが、2006年、KTM はポラリスとの提携の早期終了を発表している。ポラリスには ATV 用 450cc、525ccRFS エンジンを限定的に供給している。 KTM は現在もマッティックホヘンを本拠地として年間約8万台のオートバイを生産しヨーロッパ第2位のメーカーに成長世界12カ国以上の国に販売主会社を持っている2007年11月インド二輪メーカーであるバジャージオートは KTM パワースポーツの株式14.5%を取得した KTM は水冷4ストローク 125cc 250cc のエンジンの共同開発をバチャージはインド国内や近隣諸国での KTM 製品の販売に対する供給の協力協定を締結し出資率が20%に上がり2009年には 31.72%2011 年には39.03%へと引き上げ筆頭株主となる2008年1月にヨーロッパ 極東向けの新型 125cc オートバイの共同開発を行うとバジャージオートが発表し2011年よりリュック125-200がバジャージによりインドで生産されている2014年にフサベルと旧ハスクバーナが統合し新生ハスクバーナとなったため同社を子会社化する KTM はモトクロス世界選手権や AMA モトクロスや AMA スーパークロスといった、モトクロス、インターナショナルシックスデイズエンデューロ、エスドといったエンデューロレースなど、オフロードレースに伝統的に力を入れている。近年では、ダカールラリーや、アトラスラリーなどといった、ラリーレードイベントにも、積極的に参加し、特に、ダカールラリーでは2001年から、元部門で連覇を続けており、大会が中止となった2008年を挟み、 2018年までで未曾有の17連覇を継続中である。また、2003年にはロードレースにも復帰し、125cc クラスを中心にサポートをしている。中でも最も成功したのが、モタードと呼ばれる車両を使用したスーパーモタードであり、この新しいジャンルが注目されるようになると、これを機に LC8 と名が与えられた新型 v ツインエンジンを搭載した950アドベンチャーを送り出している。KTM 公式チームのチームカラーはオレンジ、黒、銀色であり、これにより力強いブランドイメージを作り出している。明るいオレンジ色のラジエーターシュラウドに KTM と描かれているのも特徴出る。工場出荷時点でエンジンオイルがモトレックス製であることから、エンジンの一部に同車ステッカーが貼られている。また、 同じオーストリアの企業であるレッドブルトは非常に密接な関係持っており、ほとんどの場合にワークスチームのメインスポンサーになっている。2004年、俳優のユアン・マクレガーとチャーリー・ブアマン出演のテレビドキュメンタリーシリーズでロンドンからニューヨーク2万マイルの冒険に KTM オートバイが使用される予定であったが、サポート担当のベンチャー企業が出発のわずか、 数週間前に降板した。背景として、冒険のルートに対し KTM が失敗すると判断したため、ユアンが直接電話交渉するも断られたため、BMW がこの冒険のために、BMW R1150GS を寄付しこの冒険を成功させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。